今日はコスタリカのコーヒーを飲みながら喋っています。このコーヒーの産地がリモンというところで、カリブ海にあるリモンという都市の、周辺から取れたコーヒー豆だと思うんですけど、基本的にコーヒーは寒いところで、標高1000から1500メートルぐらいのところで取れるんで、リモンといえばどちらかというと暑いっていう熱帯雨林地帯になるんですけど、そこで取れるということで、コスタリカの中でも一番早くコスタリカのコーヒー豆が収穫される場所だということです。で、豆が少し大粒なのが、リモンの人たちの自慢だということなんですけど、今ちょっと飲んでるんですけど、確かに他の、今までコスタリカのカフェブリッドのコーヒー飲んできましたけど、それとはちょっと違う感じの、どちらかというとちょっとコロンビアとかそういう系に似てるのかなという印象を得ましたが、今日の本題はコーヒーじゃないんですよ。今日の本題、ラテアメリカといえば怖いとか治安が悪いとかっていう、人が悪いっていう、そういうイメージを持っているんじゃないかなと思うので、それについて自分が初めてコスタリカのリモンという街、それこそこのコーヒーが生まれたそのリモンをちょっと思い出しながらこのコーヒー飲んでるんですけど、そのリモンという街で出会った穴おばさんの話をしたいなと思ってるんですよ。で、コスタリカというか、ラテアメリカ全体にミカサ・エス・トゥカサっていう文化があります。これどういうことかっていうと、私の家はあなたの家ですよ。直訳すると、私の家はあなたの家だから、あなたは気兼ねなく、もう我が物顔のようにそう過ごしていいのよ。ここはあなたの家だからね。どうぞ自由にしてちょうだい。私たちは家族よ。そういう、意味があるんです。それで、この文化に、痛く触れたというか、感銘を受けて、本当にラテアメリカの人たちの優しさ、温かさっていうのを感じてきた自分は、日本でも同じことしたいなということで、Airbnb やってるんですよ。それで、基本的にここの、我が家の家の名前をオープンハウスってつけてるんですけど、これはラテアメリカで自分が体験してきて、この人たち、やべえ、すげえと思った、そのオープンマインド。見も知らぬ他人のことを全く恐れてない。もうどうぞ、我が家へお入りください。え、食べ物ないの？どうぞ、食べていって。え、寝るとこないの？どうぞ寝ていって。え、友達いないの？どうぞ私が友達にならせてください。そういう、なんていうのかな、すごく人に寄り添う、そういう文化に本当に感銘を受けたんですよ。あ、人間のあるべき姿はこれだな。困ってる人がいたら手を差し伸べる。友達になる。それで問題解決っていうことを自分は24、5の時に分かっちゃったんですよ。で、それを教えてくれたラテアメリカの人に本当に感謝しているっていうことで、その中でも特に印象に残る人たちが、トップ5の印象に残る人たちっていうのがいるんですけど、その中でも本当にラテアメリカで初期に出会った、2人目に出会ったやばい人、アナさん、リモンにいました。そのお話をちょいとだけしますけど、自分はコスタリカに行って、そもそもなんでコスタリカに行ったかっていう話なんですけど、コスタリカっていうところ、は比較的ラテアメリカの中でも治安がいい、教養が高い、比較的進んだ国って言われてて、安全とは言われてたんですけど、それでもやっぱり自分自身が中南米、南米に持っているイメージは怖い、スリ、泥棒、ひったくり、殺される、なんかそういうイメージを持ってたんで、とにかく行ってみたいんだけど、なんかコスタリカに行くとかって言ったら、家族がやめなさいとか言うかなと思って、家族を説得させるためにも、安心させるためにも、コスタリカに短期留学することにしたんですよ。アメリカにちょうどその時に留学してまして、アメリカって単位の互換制度が結構発達してて、インターンシップだとか海外の大学のカリクラムを受講することで、自分の行ってる大学のこのカリクラムを履行したことにするっていうことが結構融通が効くんですよ。
そういうシステムを利用するという名目で、コスタリカのネオトロピカルフィッシュっていうクラスを受けるから、コスタリカに3ヶ月行ってきますって言ったのが98年。で、まあ親はまあ心配してましたけど大丈夫なんかって。自分もまあ心配してました。本当にね、飛行機乗ったら、まず飛行機の外に見えた世界。ちょうどその時、夜にまさしくかかってましたね。で、こう飛行機に乗ってて、右の窓際の席に乗ってたんですけど、結構ガラガラでした。それで、まあ、3列全部自分で独占して、寝転がったりとか、のんきにコスタリカ向かったんですけど、パッと目が覚めて、パッと外を見ると、窓を覗くと、まあ、自分も星座なんで好きなんですけど、サソリ座が、デーンって大きく、こう、水平線にというか、もう、星空の真ん中辺にドカーンって、サソリ座があったんですよ。うわ、でけえと思って。その日本だとサソリ座ってもう本当に尻尾の辺とか腕の先の辺しか見えないみたいなそんな印象があったんですけど、うわサソリ座全部見えるしと思って、あの時初めてでしたね、サソリ座全部見たのが。でこう機内放送でフォルクローレ、まあ、例えばコンドルが飛んでいくみたいな、タララ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 ラタタタタタララみたいな音楽が流れてくるわけですよ。おお、なんか知らない世界へ向かっていると思って、すごく、まあ、ワクワクドキドキしながら、安全なんだろうかどうなんだろうかって言って、まあ、着いたわけです。で実際着いたらいきなり初っ端から騙されたんですよ。まあ、初っ端はモンテベルデっていうところにいる友達を訪ねて行ったんですけど、そのモンテベルデに行くバス停がコカ・コーラステーションバスステーションって言われる、すごくレッドゾーンって言われるところなんですよ、コスタリカの危険地帯。そこに連れて行ってくれって言ってタクシーにお兄ちゃんに言ったら、もう明らかに騙してるんですよ。もう同じところをぐる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 回ってメーターを稼いでるんですよ。いや腹立つと思って、もうその辺でいいんで降ろしてくださいって言って、まあ飛び降りて、もう釣りもいいからこれでって言って降りて、でまさかそこが危険地帯って知らずに、でそのお兄さんにそういえばバスで行くのは危険だから、もうハンドルがないバスがあるとか、ブレーキがないバスがあるとか、そこでバスに乗ってモンテベルデに行くのに、この前こんな事故があってこんだけ人が死んだとか、そんな話を散々聞かされて、だから僕がそこに送っていくよと、100ドルで行ってあげるとかって、まあそんな話をこうふっかけられてたりするんですけど、結局バスで行って4ドルぐらいで行けましたからね。まあ4、5時間かかりましたけど、バスはメルセデス・ベンツ製のめっちゃいいバスで快適。よっぽどね、日本のその辺の路線バスよりもいいバスでした。もう本当に、ラテアメリカってやっぱり人に騙すっていうのは本当だったんだなっていうのを、まず最初にもうラテアメリカの洗礼を受けたんですけど、だからやっぱり実際行ってみて、ラテアメリカ、用心しないといけないなっていう、そういう心構えが、まあ、できたわけですよ。それで、まあ、モンテベルデですごくいい体験をして、ホームステイさせてもらったメルセデスっていう、自分のアメリカのルームメイト、これからルームメイトになるよっていう人の、昔のルームメイトっていう人を訪ねて行ったんですけど、その人もめっちゃいい人で、すごく優しくしてくれて、この人の話はもう今までも何回も、いろんなところでしてきたので、今日はその人の話じゃなくって、バイオロジカルステーションっていうのが、またちょっとモンテベルデを離れて、まあそれがリモンっていうところのちっちゃなラプリマベーラっていうところにあったんですけど、そのラプリマベーラの、まあちなみに春っていう意味ですけど、そこのバイオロジカルステーション。そこの、確かね、あるっていう、そういう名前だったと思いますけど、そのあるさんが経営してた、その生物学実習所、に行ってネオトロピカルフィッシュのコースを受けたんですけど、それが終わって2ヶ月ラテンアメリカ旅をしたんですよ。まあ最初の1ヶ月はそのラテンアメリカに行くのは危険だからやめなさいっていう親の意見を潰すための口実として生物学実習を受けました。まあ自分も理科教育エコツーリズムを勉強してたんで、単位を互換したっていうことにもなったんですけど、それはまあ結局口実だったんですよ。
どうでもよかったんですよ、そこの実習は。まあ、結果思った以上にすごくいい実習ができて、いい財産になったんですけど、自分にとって一番良かったのは、その生物学実習が終わってこれから始まる2ヶ月の一人旅、ラテンアメリカ一人旅、これがすごくやばかったんです。自分の人生を変える旅になったんですよ。なんで変えることになったか、それは今まで持っていたラテンアメリカは危険っていう、危ない、近寄っちゃいけない、やばん、もうここから学ぶものなんて何もないとすら思っていたイメージがガラ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 って全部一つ一つもう本当に綺麗に崩されて、世界観が変わった。ラテンアメリカすげえということで、その後本当にもうラテンアメリカフリークに変わっていくんですけど、そんな経験の第一弾、リモンデの生物学実習が終わったラプリマベーラっていうところでした。そこから場所をさらにリモンの中心地、港町の方に移動をして、さらにそこからトルトゥゲーロ国立公園のすぐそば、すぐ脇まで、脇にあった、まあ、イギリスの富豪が持ってた私立のプライベートビーチですよね。そこのオサガメっていうレザーバックタートルを守りたいから、土地を買うんですよ。これをナショナルトラストって言うんですけど、その土地を買っちゃったらもう自分のものになるんで、そこにもう開発を許せない。開発ができなくなっちゃう。そういうナショナルトラスト運動っていうのはコスタリカが結構盛んでした。そのイギリスの大富豪が買ったそのプライベートビーチで、オサガメのウミガメパトロールのボランティアを募集してたんですよ。で、それは何で見つかったかっていうと、コスタリカに着いたその日に、まず、ユースホステル。今から20年前ですからね、結構ユースホステルはまだ全盛期だったと思いますけど、コスタリカのサンホセにあるユースホステル。そこの掲示板に、ウミガメパトロール募集っていう、そういうビラがあったんですよ。当時は今と違って、インターネットとかほとんどなかった。うん。あったけど、インターネットで情報収集する時代じゃなかったんですよ。で、そのような掲示板とかに、ツーリスト、世界中旅してる人たちが、あ、こんなところに行ったら、こういう面白い人に出会えるよ、こんな面白い活動があるよ、ここに行ったらこれは絶対見るべき、みたいな、情報交換の掲示板があるっていうのが、ユースホステルの、お決まりだったんですよ。それでまずそこに行って、掲示板で情報収集をした。その中に、ウミガメパトロール、募集、ボランティア。ああ、ボランティアか、と思って。で、ボランティアやったら、ボランティアで、自分が労働を提供して、それで体験、普通の人ができないウミガメパトロールとか、カリブ海のビーチで、ハンモグ、ヤシの木の下でハンモグに揺られて本とか読んでっていう、そういう経験ができるのかなと思って、もう軽い気持ちで、あ、これはいいと思って。でもよくよく読んでみると、一週間、もう、そこに行ったら、陸の孤島なんで、陸の孤島っていうか結局船で行ったんですけど、孤島でもないんですけど、すごい離れた場所あるので、一週間は拘束されます。帰ってくる手段がありません。一週間後に、船が迎えに来るので、その時まで一週間に拘束される。料理も最初に持ち込んだ食料で自分たちで自炊する。水も出ません。井戸水が汲み上げて使ってますけど、一日一回しかシャワーをしないでください。いろいろ書いてありました。でも面白そうだな。ボランティアだから、ただかな。それだったら、儲けもんだと思って。で、電話番号控えて。でも結局、1週間で100ドルってそこに書いてありました。100ドルいるんか、払うんか、こっちが、と思って、すごいびっくりしたんですけど、でも、後々思うんですけど、お金を払ってでもするボランティア体験っていうのがありますね。この体験も自分の人生を変えました。コスタリカの人が自分にいろんなことを教えてくれた。今日のテーマじゃないんですよ。
花おばさん、花おばさんのところに行くまでにちょっと前置きが長くなりましたけど、この花おばさんがとどうやって出会ったか、このリモンに行くこのウミガメボランティアの集合場所が、みんなはサンホセからバスに乗ってやってくるんですけど、自分はリモンの生物学実習を終えて現地で集合するっていう手はずにしたので、そのリモンで落ち合わせるということにしたんですね。でラプリマベラからリモンの町まで行くバスの中にこのおばさんが乗ってたんですよ、アーナさん。でもどこに乗ってたかは知らない。結局自分がリモンの町降りた時に、あと、まあ、その辺にいた人に、まあ、声かけた、一緒にバスから降りてきた人に声かけた、その人がアナさんだったんです。自分はなんで声をかけたか、リモンが結構大きな町だったっていうこともあったんですけど、まずちょっと右も左もわからない、おまけにスペイン語もわからない、英語も通じない、もちろん日本語も通じない、そういう町に降りて、まあ、言ってみれば自分の初めてのラテンアメリカの旅が始まろうかという第一日目ですよね。その日にすごく心細くなったんですよ。でまず声をかけた、すいません、ちょっとこの辺りで、まあ、エコノミーな、まあ、安全な、まあ、できたら安全で、まあ、エコノミーなホテルないですかね、ご存知ないですかって言って声をかけたんですよ。まあ、英語だったと思います、スペイン語喋れないんで。でそのおばさんは多分家路に急いでたと思うんですけど、一緒に歩いて探してくれたんですよ。もちろんお互い言葉が通じないです。で自分の格好はって言ったら、カールハットの、まあ、作業用のズボン、あれカーキ色なんですけど、もう洗濯しまくって、もう穴がボロボロに開いて、もうほとんど真っ白な状態になってるぐらいな、そんなボロボロのカールハットのジーンズ生地の作業着に、もうボロボロの T シャツ、なんかメキシコかどっかの、都市の名前が書いてあったかと思うんですけど、ボロボロの T シャツで、もうなんか茶渋がついてるのかっていうぐらいのなんか汚い服でした。まあ、自分ももうなんか服とか捨てて帰ろうと思って汚い服で行ってたっていうのもあったんですけど、とにかく汚い格好で、バッグはなんか赤いちっちゃなバッグで、ね、帽子かぶって、まあ、汚げな格好してたんですよ。でそういう怪しげな、まあ、一見ちょっと小綺麗な不老者かなっていうぐらいな、そんな人に声かけられて、めんどくさいと思うと思うんですよ。でもそのアナさんはやっとリモンの街に着いて、これから家に帰ろうっていう、疲れたなって思ってるところに、なんと一緒に1時間半ぐらいぐる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 って一緒に街を回って、一軒一軒ホテルを訪ねて、いくらですかって、このくらいするらしい、いやちょっと高いです、すいません、もう少し安いとこないですかみたいな、そんなやり取りをなんか5軒か6軒ぐらい繰り返して、ね、まあ、おばさんも疲れたのか、ちょっと言葉のやり取り分からなくって、そのおばさんが言ってることも自分も全く分からなくって、でついにあるところに連れて行かれたんですよ。ちょっと知り合いがいるから、ちょっとついてこいと、ね、連れて行かれたところが、黒人の若い、髪がチリチリした感じのツヤツヤした黒髪の黒人の背の高いキャリアウーマンみたいな、まあ、キャリアウーマンというか、まあ、バリバリ仕事ができるって感じの、そんな人のところに連れて行かれて、ちょっとこの子に言いたいことがあるから通訳してやってくれと。で結局その人は英語の先生だったんですね。それで、まあ、通訳してくれて、このおばさんが言ってることは、もういろいろ回ったけど、あなたが望むような安くて安全なホテルなんてこのリモンにはないんだと。リモンは危険な街なんだ。確かにリモンはコロンビアとアメリカの中間にあって、麻薬の取引で結構有名な街なんですよ。それで危険だから、もうホテルを探すの諦めなさいって、どういうことと思ったんですけど、分かった、もう自分で探すしかないやっていうのを、まあ、心で決めた瞬間でした。その瞬間
おばさんが言ったのは、よかったら、あなたがよかったら、うちに来ませんか。我が家はボロいし、何も、ごちそうもできないけど、何日でも泊まっていっていいよ。それ聞いて、もう自分は顎が、はっ、って外れたんですよ。なんだってって思って。見も知らずの人。見た目、すごい怪しい格好してる。そんな人が、そんな人に、いつまででも、あなたが望むならいつまででもうちにいていいよって言える、このおばさんのこの度胸、何と思って、すごくびっくりしたんです。で、さらに、自分が驚いたのは、私たちコミュニケーションできなかったんですよ。向こうは英語もわからない、スペイン語も自分はわからない、もちろん日本語も喋れない、共通言語がないんですよ。だけどこのあのおばさんは自分をもう全然こう恐怖心とかなく、うちにどうぞって招いてくれたんですよ。で、実際に行ってみて本当に驚いたのが、温かな家庭で、その、ここ日本人が来たよっていうことで、家族を呼び寄せてくれて、その夜、みんなですごいディナー、盛大なディナーを開いてくれて、で、コスタリカ風の、チリでなんとかって言ってましたけど、酢漬けの、バナナ、野菜バナナっていうの、プラタノスっていうのが向こうにあるんですけど、バナナの輪切りとか、チリっていうか、なんていうんですかね、唐辛子の、ちょっとピーマンっぽい唐辛子のようなやつを、こう刻んだやつとか、玉ねぎとか、ニンニクとか入った、酢漬けのピクルスみたいな、タレなんですよ、結局。いろんな料理にかける、酢、辛い酢。それの作り方を教えてくれたりとか、友達が散髪屋さんで、で自分がちょっと髪が伸びてたんで、髪切りに行きたいって言ったら、そういう友達を紹介してくれたりとか、本当に至れり尽くせり で、その日の夜は、その家族が若息子とその友達だったか、奥さんだったかが、不当に、港に連れて行ってくれて、夜のリモンの光景をこう案内してくれたりとかして、それで、言葉が通じないなりに、ニンニクは、コスタリカ語で、スペイン語でアホって言うんです、アホって言うんですけど、あ、日本ではそれってバカのことだよって言ったら、え、バカって、コスタリカ語で、スペイン語で牛っていう意味なんだよって、あ、俺は牛だねとか、俺はなんかニンニクだねみたいな、そんな、こう、言葉が通じないなりに、そんなギャグでお互い盛り上がったりとかして、すごい楽しい時間を過ごさせてもらったっていう、そういう記憶が、あるんですよ。で、その時にそのあのおばさんに言われたのが、ラテンアメリカにはミカサエストカサっていう文化があるからねって、ここはあなたの家だから、もう家族だから、そういうことを本当見ず知らずの人に言える、すごい。で、同時に自分に問いかけたんですよ。自分は赤の他人に対して同じことができるかな、できないなって思ったんですよ。怖い。人が怖い。見ず知らずの人に何をされるかわからない。もしかしたら家に招き入れて、人財産持っていかれるかもしれない。殺されるかもしれない。騙されるかもしれない。なんかうまく使われてるだけかもしれない。そういうことを先に考えて計算をしてしまう自分のちっぽけさにすごく気づかされたんですよ。なんでそんなに優しいんですか。その人とは会話ができなかったんで、その謎は解けなかったんですけど、これから始まるもうラテンアメリカの世界に足を踏み入れた自分は、少しずつその謎が解けてくるんです。なぜラテンアメリカの人が本当に根っから人がいいか、
まあ、今日は一つしかその答えっていうか感じたことを言わないんですけど、感じたことはラテンアメリカって結構人種のるつぼっていうか、日本みたいに島国とか鎖国を経験した国と違って排他主義じゃないんですよ。移民とかそのたくさんの人がこう入り混じれてる、特に陸地なんで国境があんまりないっていうか、おまけにスペイン語がほとんどラテンアメリカはスペイン語で通じる。ブラジルがポルトガル語ですけど、残りの国は全部スペイン語で、お互いの考えてること、喋ってることは分かる。そういうことで、行き来がしやすいんですよね。で、いろんな人がいる。同じ言語を喋る民族だけども、いろんな国がある。いろんな人がいる。いろんな考えがあるっていうことを、なんか体で知ってるんですよ。で、その違う、自分と違うことに対する、リスペクトだったり、アクセプト、需要だったりが、バッチグーなんですよ。だから、自分みたいな異分子がポンと入っても、全然違和感がない。で、コスタリカはちょっと背がみんな低いし、なんか日本人の肌の色とちょっと似てるし、スペイン語の発音は日本語ともよく似てるので、こう、違和感をほとんど感じないんですよ。なんか、ちょっと言葉はわからないけど、自分のホームグラウンドに、入れるようなそんな気持ちになれました。で、こんなことが言われてます。環境が変わったら自分が変われる、進化できる。まさに日本人が持ってない世界観で生きているラテンアメリカ、もう環境が180度違う、そういう中にポンと入ってみて欲しいんですよ、本当は。自分もそんな架け橋をしたいと思って、コスタリカ交流協会の事務局長をしてたりもするんですけど、そのラテンアメリカにポンと行くと、きっと世界観が変わると思うんです。なかなか日本にいながら環境を変えたり、世界観を変えたり、考え方を変えたりっていうのは難しいと思うんですよ。でも、ポンとそこに行けば、周りの人の優しさに触れて、あ、自分にはこういうところがない。自分全然遅れてる、変わらなきゃ、あ、ラテンアメリカ今まで野蛮とか遅れてるとかなんかみんな怖いとか思ってたけど逆じゃんっていう、そういう世界に気づくと思うんですよ。もちろんラテンアメリカは危ないところもたくさんある。ラテンアメリカの人もそういうのを知ってる、よく言いますよ。どこの国でもそうだけど、いい人もいれば悪い人もいる。これはラテンアメリカの人に教わりました。きっと日本にもいい人もいるし悪い人もいるでしょう。ラテンアメリカも同じ、コスタリカもアルゼンチンも同じ、いい人もいれば悪い人もいる。そういう世界の中で、ね、じゃあ自分がどういう人になりたいかっていうのを本当に問われるんです。どんな人になってもいい、でも自分は、あなたはどういう人になりたいのか、そういうことを日々突きつけられる場所、そこがラテンアメリカじゃないかな思うんですよね。いつか行ってみてほしいです。本当にラテンアメリカって日本人が思ってるようなそんな野蛮なところじゃない、遅れてるところじゃない。むしろ人と人とのつながりっていう意味では日本なんかよりもよっぽど豊かで進んでいて暖かい、そんな国だと思うんですよ。今自分は南米に行きたいなと思って、移住ってことも想定内に動いています。これから少しずつラテンアメリカのことについて、なぜラテンアメリカに日本人行くべきなのか、そういうふうなことも少しずつシェアしていきたいなと思っているので、ラテンアメリカに興味があるとか、あるいはなんか日本にいると疲れたなとか、なんか人間関係ギスギスしてるよねとか、ドライだよねとか、なんか希望をなくしちゃったわって思ってる人は、もしかしたらラテンアメリカがしっくりするような場所かもしれないです。まあ、少なくとも行ってみてほしいです。その架け橋になりたいなと思っているので、まあ、時々音声を聞きに来てほしいなと思っています。それではまた明日お会いしましょう。